こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、取引終了後、警察や弁護士に相談すると怖いクレームが来ました。トラブルを回避する法的手段ありますかぜひ教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、YouTube 視聴者様から相談が来ましたので、ぜひね、回答させていただきます。えー、この場合ですが、私もよくありますが、まず相手に一方的に話ですね、 メール等で相手の苦情ですね、を引き出してください。そうすると、その人言ってることはですね、メールの文章とかなんですが、隙が生まれます。はい。で、ここからはですね、もうこの反撃になります。まず、売ってる商品が、問題がね、なければ、メールインってデータや証拠ですね、すべて記載して、メールイン添付して相手にね、送ってください。で、その後相手が、 警察や消費,セン消費生活センターに連絡すると言ってくる確率が非常に高いのですが、逆にですね、証拠とデータを持っている以上ですね、相手も嘘をね、隠し通すことはできないんですね。なので、逆にこちらからね、警察や消費生活センターですね、に連絡するとですね、言ってください。そうするとですね、相手が動揺します。それはなぜかと言いますと、相手がね、嘘を言ってるからです。で、逆に、 私たちの方が強くなる確率は高いです。それはですね、相手をですね、相手が嘘をついてね、クレームをするってことは犯罪ですので、逆転する確率が非常に高いので、ぜひね、この時に相手が警察とか、まあ、消費生活センターとかね、等のえー、使ってきても、動揺することなくね、ぜひね、一方的に相手に商品ね、間違ってない商品のデータとかね、文章を送ってください。そうすることにですね、 逆に相手からですね、お金を取ることも可能かと思います。はい。ぜひね、まあ、この手法でね、まあ、えー、苦情する、ね、クレームは結構多いかと思うんですが、ぜひ虐待してみてください。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルをプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、えー、ゼレンテンマーコンビですね。興味ある方、お待ちします。メッセージからお願いします。 それと、えー、YouTube が一切受け付けてません。LINE や登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。